アクラフ・ハキミモーは、スペイン・マドリード州、ヘタフェ出身のサッカー選手。パリ・サンジェルマン所属。モロッコ代表。ポジションはディフェンダー。レアル・マドリード・マドリード州ヘタフェで、モロッコ人の両親の間に誕生。地元のクラブを経て、8歳だった2006年10月20日に、レアル・マドリードの下部組織に入団。以降は、順調にステップアップしていき。 2016年から、レアル・マドリード・カスティージャでプレー、そのプレイスタイルから、未来のカルバハルと紹介されている。2016年夏のトップチームのプレシーズン遠征に、招集され、7月27日、インターナショナルチャンピオンズカップ2016のパリ・サンジェルマン戦の後半から、途中出場、トップチームデビューを果たした。2016から17シーズンの UEFA、 チャンピオンズリーグ決勝トーナメントの予備メンバーに登録された。負傷者が続出した背景もあり、2017年1月のコパデルレー準々決勝のセルタデビー5戦にも召集された。2017から18シーズン、ダニーロの遺跡に伴いトップチームに昇格。ダニエル・カルバハルの離脱を受け、2017年10月1日の第7節。 RCDS パニオール戦で先発出場、公式戦デビューを飾り、12月9日の第15節セビージャ FC 戦では公式戦初ゴールを記録した。ボルシアドルトムントレアルマドリードがアルバル・オドリオソラを獲得したことから経験を積むために、2018年7月11日、ブンデスリーガのボルシアドルトムントへのレンタル移籍が発表された。契約期間は2年間。 遺跡初年度からスピードと正確なパスを武器に、主に攻撃面で結果を残した。翌2019から20シーズンはさらに攻撃力に磨きをかけ、45試合に出場し、サイドバックとして9得点10アシストと FC、バルセロナでの2009の10シーズンのダニエルアウベスに、次ぐ得点関与数19点を記録した。UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグにおいては、 ウォルシアドルトムントのホームであるジグナル・イドゥナ・パルクにて2得点を挙げた。インテル・ミラノ2020年7月2日、インテル・ナツヨナーレ・ミラノと2025年までの契約を締結した。2020から21シーズンは公式戦45試合に出場し7ゴール11アシストを記録し、インテルの11年ぶりのスクデット獲得に貢献した。 パリ・サンジェルマン2021年7月6日、パリ・サンジェルマン FC と2026年までの契約を締結した。背番号はインテル時代と同じ2番。しかし、新型コロナウイルスへの感染が確認され、10日間の隔離を強いられる。スペイン代表ではなく、両親の祖国であるモロッコ代表を選択。2016年10月のカナダ代表戦にて17歳で、 代表デビュー、その年のモロッコ若手最優秀選手にも選出された。2018年6月、2018FIFA ワールドカップに登録メンバーに入り、グループリーグでは全3試合に出場し、チームは格上のスペイン代表と引き分けるなど前線したが、1分2敗でグループリーグ敗退に終わった。ありがとうございます。